3分間ラジオ番外編。はい、というわけでこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミキサー担当のライでございます。そうですね、今回は番外編ということで、ミキサー陣がいつものあの場所から飛び出して、アナさんが座るべき場所のところで喋っております。はい、すごく今緊張して足がちょっと震えてる、あ、見ないでっていう感じなんですが、で先ほどですね、テーマのくじを引かせていただき、私に与えられたテーマは授業中眠くなった時の対処法ということでですね、はい、私ですね、私、あれ、いつも私って言わない、まあいいか私ですね、眠くなったらですね、常に寝てしまうんですね。すぐに眠くなったら寝るっていうのがもうポリシーみたいな感じに最近なってしまってるので、それだと話進まなくなってしまうので、記憶を遡り、小学校、中学校、高校のことを思い出して喋っていこうかと思います。とですね、私が授業中に寝るようになったのは高校からなんですね。それまではすごく真面目っ子で、もう授業中に頬杖をつくということもないぐらいすごく真面目に授業を聞いてたんですね。ちょっと今考えるとありえないなって思ってしまうんですが、でそんな高校時代最初の頃はですね、寝るのをちゃんと我慢しておりました。どうやって我慢してたかと言いますとですね、まあ普通にペン回したりだったりとか、落書きしたりだとか、好きな曲の歌詞をひたすら書いてみたりだとか、まあそんなことをしていたわけなんですが、まあそうですね、でそれでも眠くなってしまうようになってしまったんです。というで、それからはですね、先生の話を聞いてて、で先生が喋ったことの語尾に何かぽよだったりとか、俺イケメンだからとか変な語尾をつけて、それでうわこの人何言ってるのみたいな感じで一人で楽しんでたりだとか、あとですね、無駄に顎をしゃくれさせてみて、先生がこっち向いた時に笑わないかなとかやってました。まあそれで先生見てくれたことなかったんですがまあそんな、そうやってるとちょっと楽しいですよという情報提供みたいな感じでございます。この漫画編今回で一段落ということで、私ラスト担当させていただいております。また機会があったらいつか番外編お会いできることを楽しみにしております。うふふふふというわけで、じゃあそろそろお別れのお時間でございます。担当はライでした。バイバイ。